こんにちは、和楽堂の方坊です。時刻同棲の方、9月はですね、非常にいい場所に入っています。ここの画像の、私の画像のすぐ下にも書いてありますけども、天を象徴する明るく健やか、精神的位高く、目上との関わりというふうに書いていますけども、まあ、位が高い場所ですの ですので上、目上の人とか大きな組織とかとの関わりを大切にすると非常にいいというふうに言われている場所に入りましたので、やりやすい場所に入っているというふうに思っていいと思います。まず場所ですね。さっきちょっとあの赤い印入れてあります。この魔法陣の右下の隅の研究という場所ですね。本来六白金星が入っている場所、天に一番近いと言われていて、非常に位が高いというふうに言われている場所です。ここに入りましたので、その影響を受けるということですね。9つある中でもやはり1、2を争うぐらいいい場所というふうに言われていますので、で、時刻土星の方はですね、1年を通じてもいい場所に入ってるんですね。ちょっと印だけつけておきましょう。青い場所で印をつけますけども、この新旧という場所ですね。まあ雷、若い木が伸び上がるエネルギーに満ちている場所に1年を通じては入っていますので、大きな背景はどん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 前へ進んでステップアップしたりする、新しいことを起こしたりするのに非常にふさわしい場所に入っています。その中で大きなその背景の意味合いというものを頭に入れながら、9月は研究、位の高い場所に入って、まあ目上との関わりを大切にするといいことがありそうだよという、そういう場所に入ったということですね。その辺も十分意識して行動していただくと正しい選択ができるような気がします。で、9月が終わって10月ですね、来月になるとその流れがどうなるか、ですね、10月はまた色をちょっとオレンジに変えます。この打球といって、にぎやかで楽しいキラキラの場所に入りますね。で、9月も10月も悪いエネルギーはついていませんので、その場所の影響を素直に受けてとってもやりやすいと思いますね。だからその場所の本当の意味合いさえつかんでおけば、大きく外れるようなことをしなければとても動きやすい、そんな場所に入っていると思われます。ただですね、11月に入るとちょっとやりにくくなるんですね。今度は緑にしておきましょう。11月、この7の次、権宮という8番目の場所に入るんですね。この場所にですね、この場所は変化が激しくいろいろあると言われている場所なんですけども、その場所に暗検察が、月の暗検察が入っていますので、ちょっとやりにくくなる。これが11月で、12月も破殺が来ているのであまり良くないんですね。ですからちょっとこう、まあ大きな動きやすいという年を通じての背景はあるんですけども、月の動きを参考として入れるならば、9月10月は動きやすいので、いろんなことをどんどん動いていっていいと思います。特に10月は楽しいこと、にぎやかなことがいっぱいありますので、その辺を楽しんでいただいていいと思います。で、今度は11月に入るとちょっとこう暗検察が来るので、変化の激しい動きの中で思いもしない、向こうからいろんなあの乗り越えるべき課題が来る可能性がありますから、その辺は頭に入れて少し行動した方がいい。まあ、月の動きでいうとそんな感じですね。だから年末、11月12月になってちょっと動きにくい、月としては動きにくい感じのエネルギーが回ってきていますので、その辺を頭に入れて、秋ですね、秋までにいろんなものをこう一生懸命やっといて、で、11月12月になったら少し自重気味に次の年へ、まあ、めがけての動きを徐々に切り替えていった方がいいような気がします。で、次の年もあの年の動きは非常にいい動きをしていますので、そんなに大きな気にする必要はないと思います。ただちょっとこうやりにくい状況が来るんだな、11月12月は少しやりにくい状況が来るんだなって頭に入れておいて、この9月10月を大切に過ごしていただきたいと、そんなふうに思います。時刻土星の方はそんなところですね。年番も本当あのいい動きをしばらく続けていますので、月の動きはそのまあリズムを取るような、ちょっと注意をするような、あまりこう心配することはないですけれども、ちょっとした参考にして動く時の道しるべにしていただければ、正しい方向にちょっとでも動いていけるような気がします。まあ、時刻土星の方は今回はそのぐらいのお話で終わりたいと思います。
あと順次三碧木星、四緑木星というふうに次の、星の方へも解説をしていきたいと思いますので、またぜひ楽しみに待っていていただきたいと思います。今日は最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。失礼いたします。